はい、ごちそうさまでございました。今日はですね、生卵にミルクココア、カカオの贅沢な味わい、このココアを混ぜて飲んでいました。童心に帰ることができましたね。小さい頃思い出しますよね、ココアって。大人になると喫茶店とかに行ってココアくださいって注文するのってなんだか照れくさいというか気恥ずかしいじゃないですか。でもココアって普通に美味しいですから、まあたまには飲みたくなりますよね。まあ、生卵が加えられていることによってよりまろやかになっていて飲み応えが増していると言えると思います。香りはですね、ココアの優しい香りでして、牛乳の優しさとココアの甘さがフュージョンしていて、まあ、素晴らしいドリンクでございました。生卵50個との相性はグーでございまして、非常に飲みやすくなっておりますけれども、という子の皆さんは絶対に真似をしないでください。ビットコインとイーサリアムが上がってますね。私がですね、まあ何冊か読んだ本によると、まあビットコインよりもイーサリアムの方が将来性が高いとのことだったので、イーサリアムも少しだけ持ってるんですが、結構上がってますね。話題になる前から仕込んでおくってことが大切だと思うんですね。で、最近ですね、ナッシュとか完全栄養食品とか結構流行り始めてるらしいんですよ。特にコスパとかタイパを気にする若い世代の皆さんは結構完全栄養食品に関心が高いとのことでして、で、そうなると完全栄養で検索される方っていうのも増えると思うんですね。そうなると私のチャンネルも少しは注目されるかなと、楽しみにしております。卵もそうですけれども、日本にはですね、日本人自体は別に何とも思ってないけど、海外の人からしたら、おお、これはすごいと思うものっていろいろあると思うんですよね。それは治安の良さとか清潔さとかいろいろあると思いますけれども、卵もそうなんじゃないかなと思うんですよ。生で飲める栄養価の高い卵がこんなに安くリーズナブルに購入できるってことはきっとすごいことなんですよね。ですから卵が話題になる前に今のうちから卵の企画を仕込んでおくというかですね、結構前のニュースですけれども、香港かどこかで日本の卵がかなり高く売られているというニュースも見ましたから、多分ね、世界的にもクオリティが高いんでしょう。なので私がこの企画をやり続けることによってですね、日本の卵の清潔さ安全性をアピールすることができたならば、日本人として冥利に尽きると思っております。はい、ということで現場からは以上です。